あれ、どこやったっけ？多分この中に、あ、ありました。はい、どうも、ピーパーです。皆さん、これ何かわかりますか？この小さいハサミのようなパーツ。これですね、実は僕がアクアリウムを始めた時に買った商品のオプションみたいなパーツでついてきたんですけど、まあ、当初は、なあなあこれこんなの使わないよみたいな感じで思ってたんですけど、今回ちょっとこのパーツを見直して改めて使ってみたいと思います。実はすごいポテンシャルを秘めているちっちゃいパーツ。ちなみにこれはセリアで買った仕切りという小物収納パーツです。いろんなタイプがあって、これは6部屋に分かれたパーツ。これ最近見かけた13ってやつで、ちょっと不規則な形に分かれています。これは3つに分かれてるやつ。これは0、全く分かれてないやつ。これ以前動画で紹介してたので、よかったらご覧ください。アクア用品の細々したパーツを収納するのにとても便利です。余談でした。さあ、話は戻ってこちらのパーツ。この小さいハサミみたいなパーツは何なのか、分かる方は結構いるかと思うんですけど、これはですね、水作さんのピンセット。これの付属パーツです。これをどうやって使うかというと、ここ、これゴム製のふにゃふにゃしたパーツなんですが、ここにピンセットを差し込むと、なんと、ハサミになるという、なんだか面白いアイテムかみたいな感じなんですけど、実はこれ、めちゃめちゃ有能だということに気づきまして、今回は実演を兼ねて、これで水草のカットをしてみたいと思います。こちら30センチキューブ水槽なんですが、前傾槽としてショートヘアグラスを植えています。なぜ先ほどのピンセットバサミを取り出したかというと、この前傾槽のトリミングに役立ちそうだなと思ったからです。通常水草のトリミングはこういったハサミ使うと思うんですけど、僕右利きなんですよね。なので、こんな感じで水草を切っていきます。ジョキジョキジョキと切っていくんですけど、こっちはまあハサミ届きます。でも、こっち、右利きの僕は、まあ当然、こうは使えないんですよね。水槽に手が入らない。じゃあ左手で切るかというと、とても切りづらい。右手をこうひねってやるかというと、これも切りづらいんですよね。小さめのハサミ使うと結構際まではいけるんですけど、手を水槽の中にどっぷりつけなきゃいけません。これもなかなか困ったものです。そこで登場するのが、こちら。水作のピンセットバサミ。これの何がすごいかというと、垂直にピンセットを刺して、ハサミが水平に使えるんですよ。なので、まあ、こう、際まで行って、チョキチョキとやればいい。当然、こっちも、こんな感じで、チョキチョキと切ることができます。これめっちゃいくないですか？例えば、30キューブとかじゃなくて、もっとちっちゃい水槽でも、ハサミの届かないところとか、めちゃ細かいところとかも、これだけのスペースがあれば、水草を切ることができます。じゃあ、実際にちょっと、切ってみましょう。撮影の都合上、水槽の左端、ここの水草を切ってみたいと思います。ちょっとコリドラスちゃんが、そこは邪魔なんですよね。ちょっと、どいてください。よいしょ。さあ、切ってみます。これの切れ味、どんなもんだったか忘れちゃったんですけど。いざ、直近。お、あ、切れてる、切れてる。あ、結構切れてるね。お、なかなか、いいんじゃない？これちょっと際の方まで。おー、なかなか切れる。想像してたよりは全然切れますね。まあ、もちろんステンレス製のハサミとかと比べると切れ味は劣りますけど。いや、何よりこの小回りの利くハサミ、いいですね。あと水槽の中に手を大きく突っ込まなくていいのがいいかもしれない。今この状態で下の方まで届いてます。これで切っていく。この時、手は水槽に入れてないので、手が汚れない。これなかなか使い勝手いいんじゃないですか。水作さん。続いて気になる切れ味。今奥の方にピーンと伸びたアルテラナンテラレンキミニがあるので、これをカットしてみましょう。これ、これですね。なんでこんなこいつ伸びてんだ。じゃあこれを、じゃあここら辺で、チョキン。お、切れない。もう一回。切れない。切れ味悪い。さすがに力がうまく伝わらないのかな。もう一回。あ、切れた切れた。ほんとこの商品買ってから5、6年ずっと使ってなかったんですけど、
まあ、たまにこうやって掘り出して使うにはいいかもしれない。ちょっともうちょっとピンセットの根元を掴んで、あ、すごいサクサク切れる。まあでもこういう広いところは普通にハサミ使った方が当然楽ですね。ハサミの届かない際の方は意外と活躍するかも。なんといってもピンセットに差し込むだけですからね。これは楽ちん。もう一個使用例で、ボトルアクアリウム。ボトルアクアは結構ハサミが使いづらいので、このピンセットバサミ活躍するかもしれません。実際にやってみましょう。このパールグラス。これが、お、かなりジョキジョキいける。あ、ジョキジョキいけますね。うちなんか特に真ん中に石を入れてるのでハサミが通らないんですよ。でもこのピンセットバサミだと垂直にハサミを落として平行に切ることができるので、まあ、使いやすいっちゃ使いやすいですね。もちろんハサミがちっちゃいので切る回数が多くなってその分手間はかかりますけど、まあ、切るのは問題ないですね。パールグラス程度だったらハサミの切れ味も問題ないです。こういう石の裏に回り込んじゃったところもこのハサミだったらいけますね。いけますね。意外と使えるな。なんかベタちゃんがうちの住処に何をするんだみたいな顔で見てますけど、いや意外とざっくり切れますね。こんな感じで今半分ぐらい切ったんですけど、どうでしょうね。ハサミの届きづらい裏側とかもすんなり切ることができました。こっちもちょっと切ってみましょうか。これはボトルアクアリウムのスフィアっていうやつで、流木が真ん中に突き刺さってるので普通は手が入りません。ただこのハサミだとスルッと入りますね。若干流木邪魔ではありますけど、これだとまあギリギリ切ることはできるけどちょっと厳しいか。あー、これはちょっと厳しいですね。まあ、うちちょっと流木が入り組んでるってのもあるんですけど、こういうとこだとまあ切れなくはないかなっていうとこですね。垂直にピンセットを落とせるとこだったら結構ザクザクと切ることができます。まあ、使えるとこには使えますね。今このぐらいの隙間からこのピンセットバサミを差し込んでここら辺の水草を切ってみました。そこそこすっきりとカットすることはできました。まあ、ただやっぱりスフィアは入り口が狭いので流木とか入れてるとこのハサミでもなかなか厳しいところがあります。でもこういったところ、ガラスのへりのあたり、こういうところも切れるのはなかなかいいんじゃないですかね。というわけで今回は水作のピンセットについていたハサミ、これを数年ぶりに引っ張り出して使ってみました。このピンセット買った時は本当にアクアリウム始めた当初で、その時使ってた水槽が90センチのスリム、まだアクア始めたての頃で、前傾槽とかそういう概念も全然知らなくて、このパーツについてはいや、こんなちっちゃいハサミで水草切るの大変だろうって思って使わなかったんですけど、今前傾槽とか使うようになってガラスのヘリのハサミの届かないところとかこういうのを使うのもありかなと思いました。特に手を汚さないでちょこっとだけ切りたいとかっていう時はピンセットの先にこのハサミをつけるだけなのでとても手軽だと思います。切れ味については先ほど見てもらった通りそんなにいいものではありません。こういったステンレス製のハサミの方が当然切れ味は上です。ただ意外とですね、これ精度は高いんじゃないかなと思うんですよね。ほら、このあたり結構噛み合わせギリギリまで攻めてます。裏側も、結構攻めてると思うんですよね。一見 3D プリンターで出力したのかっていう感じのアイテムなんですけど、なかなか面白いですね。一応水作のピンセットのオプションパーツという扱いでピンセットとセットで販売しています。ただ単品でも販売しているので手持ちのピンセットにこれをつけることも可能だと思います。と思ってセリアのピンセットに挿してみようと思ったんですけど、セリアのピンセット先端が太すぎて
使いませんでした。ちなみに水作さんのこのピンセット30センチ、精度はというとこんな感じで、強く握ると先端がちょっと離れますね。まあ、水草をそんな力強くつまむ人もいないと思うので、こんな感じの噛み合わせです。他の精度の高いピンセット使ったことないのでわかんないんですけど、個人的には普通に使えるピンセットというわけで、今回は水作さんに付属のピンセットのハサミ使ってみた動画でした。これ何に使うんだって気になってた方は参考になれば幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録お待ちしております。それではまた、バイバイ。